ああ、今日も風呂入りながら赤川次郎の本でも読もう。どうしよう、本が水浸しになっちゃった。そんな時の応急処置の方法でございます。こちらにコピー用紙を敷きます。平らな床の上ですね、まあ、床というか今日は机ですけれども、水浸しになっちゃった本を置きます。まな板などの平らなものを載せます。この前もらったやつです。最後に大量の本を上に載せて重し代わりにします。これで一晩待てばいいそうです。丸一日経ちましたよ。よいしょ。どうかな。オープン。よいしょ。うん、濡れてますよ、これ。濡れてます、濡れてます。乾いてないです。濡れてますね。まあ、くっついてはいないですね。根元は、もうすっかり乾いてますけれども、ダメですね。なんでだろう、カバーを取った方がいいのかな？これでも綺麗にするにはどんくらい時間かかるんだろう。おーおー、怖い怖い怖い。まあ怖い怖いって言っても、まあ108円だしね。さすがにドボンはダメだったみたいですね。ちょっと雨に濡れたぐらいだったらば良さそうだけども、完全に水に浸かっちゃうと1日では乾かないということが分かりましたね。はい、皆様お気をつけください。確かにこっちもね、こういう感じでしっかり吸ってはいますけれども、全然足りてないってことですもんね。